本校では2020年12月から2021年2月にかけて北日本から西日本の日本海側を中心に広い範囲で発生した大雪、暴風の災害について述べる。本校では独自に令和3年豪雪と呼ぶ。1月前半には北陸地方の平地を中心に短時間に記録的な降雪があり、家屋の倒壊等の被害や交通、 電力などのインフラの麻痺が発生したほか、除雪中の事故などによる多数の死傷者があった。12月や2月にも各地で大雪が見られ、長時間にわたる自動車や列車の立ち往生が相次いで発生した。日本付近は12月14日から21日にかけて強い冬型の気圧配置が続き、上空には強い寒気が流れ込み続けた。この影響で、 北日本下から西日本の日本海側を中心に断続的に雪が降り、14日から21日にかけての期間降雪量が群馬県藤原で291センチとなったほか、新潟県津南で278センチ、青森県酸ヶ湯で243センチとなるなど、関東地方や北陸地方、東北地方の山地を中心に大雪となった。特に群馬県藤原では、 48.72時間降雪量の期間最大値が歴代全国1位を更新する記録的な大雪となった。1月7日から8日朝にかけて低気圧が急速に発達しながら日本海から北日本を通って千島近海へ進んだ。その後、日本の上空に強い寒気が流れ込んで11日にかけて強い冬型の気圧配置が続いた。これらの影響で 北日本から西日本にかけて、広範囲で、大雪、暴風となった。7日から11日にかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に断続的に強い、雪が降り、普段雪の少ない九州などでも、積雪となったところがあった。7日から11日にかけての期間降雪量は、新潟県高田で213センチメートル、岐阜県白川で192センチメートル、 福井県大野で 158cm、長崎県長崎で 21cm となった。北陸地方を中心に7日から9日にかけて発達した雪雲が流れ込み続けたため、3時間に 20cm を超える顕著な降雪量を観測し、新潟県高田では9日に24時間降雪量 103cm を観測し、観測史上1位の記録を更新した。 また、7日から8日にかけて、北日本と東日本の日本海側を中心に広い、範囲で非常に強い風が吹き、秋田県八森では7日に、最大瞬間風速秒速42.4メートル、最大風速秒速28.21メートルを観測し、共に観測史上1位の記録を更新した。西シベリアのブロッキング高気圧や2020年、 秋頃から発生した熱帯のラニーニャ現象が影響しているとみられ、特に東北日本海側及び北陸、山陰において1月7から20日頃まで続いた大雪と低温の要因として、高位土帯の偏成風と中位土帯の編成風が共に日本付近で南に蛇行し、日本付近の上空約5500メートルにおける。 摂氏48度以下の非常に強い寒気が流れ込みやすくなったことが考えられる。艦隊前線ジェット気流の大きな蛇行とともに、北極域に存在していた極渦が分裂して、日本の北まで南下し、日本の上空には、清掃圏から分裂した二つの極渦のうちの一つと、その周辺の非常に強い寒気が流入した。この一連の寒気は、 2020年12月14日から約1ヶ月間の平均で北日本の上空約3000メートルにおいて1958年以降で2番目に低い気温となるなど北日本を中心にかなり強い寒波となった。また1月の大雪では通常よりも風が弱まることで通常は山間部に流れていく雪雲が平野部で停滞したため高田など 平野部の豪雪が相次いだ。12月14日から21日にかけての冬型の気圧配置により強い寒気が流れ込み続けたため、日本海側を中心に記録的な大雪となった。年末年始にかけて寒波が流れ込み、秋田県で48時間72時間降雪量記録を更新した。1月7日から11日にかけて、日本海側を中心に平野部でも 記録的な大雪となった。1月7日には顕著な大雪に関する気象情報が運用開始後初めて発表された。2月17日に大雪となり、上越した方では2月としての12時間降雪量を更新した。12月16日からの大雪による除雪などで21日までに死者6人、重症者26人、軽傷者9人となった。また、 1>, 1月7日からの大雪に伴う除雪などで14日までに死者21人、重症者43人、軽傷者288人、程度不明の負傷者7人となった。住宅についても同期間に281棟に被害が生じた。1月、新潟県上越市では急激な降雪となったため一度に大量の雪が積もり、空き家や岩銀の倒壊が相次いだ。また、 柴田市で国の重要文化財、足軽長屋の屋根が破損するなど文化財の被害も各地で相次いだ。糸井川市では流雪港が溢れたことによる床上浸水等の被害も発生した。国道8号の除雪作業風景高速道路や国道など各地で長時間にわたる大規模な立ち往生が発生した。12月中旬の大雪のため、 新潟県の関越自動車道や上新越自動車道で大規模な立往生が発生した。1月には新潟県上越市の国道8号、富山県の東海北陸自動車道、福井県の北陸自動車道などで大規模な立往生が発生した北陸新幹線では、初めて大雪のため1月9日から10日にかけて、輝きと白鷹が運休した。1月8日は一時、 17事業者の53路線で運転見合わせが起こった。新潟県では1月7日9日10日11日に JR 新潟支社管内の在来線が全線、終日運休となった。この他の日も一部の路線で終日運休となる事態が多発し、12月31日から1月15日までの16日間のうち、米坂線、坂町駅。 今泉駅間で12日間、上越線、長岡駅浦佐駅間で11日間、新越本線、柏崎駅、直越駅間、上越線、浦佐駅水町駅間、飯山線、森宮の原駅越後川口駅間、只見線、小出駅只見駅間で10日間、終日運休となった。また、大雪の3連休後、JR 以外でも、越後ときめき、 鉄道明光和令馬、ラインが14日まで、東日本回避水ラインが15日まで、首木自動車の路線バス、高速バスが17日まで、それぞれ全便終日運休となり、上越市ではほぼ全ての公共交通が停止状態となった。航空機では1月7日に541便、8日に397便、9日に286便が欠航になるなどした。 2月23日夜には JR 北海道の函館本線岩見沢駅峰の米機関で普通列車が立ち往生し翌朝まで乗客11人が車内に閉じ込められる事象が発生した電力は1月7日に東北電力管内で一時75,870個北陸電力管内で4,030個が停電したまた12月17日に兵庫県で 最大9,220個が停電した。水道は1月に秋田県から大分県にかけて最大16,235個が断水した。また、12月に兵庫県で最大3,713個が断水した。ビニールハウスの倒壊や火事の枝の切損など各地で被害が相次いだ。上越市では1月3連休の大雪で市立小中学校、 幼稚園71校が1週間以上にわたって臨時休校となり1月20日に再開した。また同市の市街地では除雪が追いつかずゴミ収集が10日以上にわたって停止した。物流が混乱しスーパーマーケットやコンビニエンスストアでは商品の品薄が相次いだ。パンや肉、野菜、惣菜などが特に売り切れた。店内のほとんどの商品が売れ、 昼間から閉店した店もあった。北陸道対応で災害派遣された陸上自衛隊の救急車12月の大雪に対して災害救助法が新潟県南魚沼市、南魚沼郡湯,湯沢町に12月17日に適用された。1月の大雪に対して同法が秋田県横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、仙北郡三里町、小月郡五月群魚町、 東なる瀬村、新潟県長岡市、柏崎市、東賀、城市、糸井川市、妙高市、上越市、富山県都南市、小矢部市、南都市、氷見市、福井県福井市、嵐、堺市、大野市、勝山市の4県22市町村に適用された。夏季は主な観測点に限定したのものであり、実際にはこの他の地域でも大きな積雪芯、降雪量が見られた。 月ごとの最新積雪では12月22日に岩見沢が1 4 2トルで観測史上1位12月17日に福島が1 7トルで観測史上3位1月11日に岩見沢が1 6 9トルで観測史上2位坂田が観測史上3位となった12月17日にまでの48時間72時間降雪量で藤原で 全国歴代1位になるなど各地で記録的な大雪となった。3時間降雪量観測史上最多を更新した、アメダス地点6時間降雪量観測史上最多を更新した、アメダス地点12時間降雪量観測史上最多を更新した、アメダス地点24時間降雪量観測史上最多を更新した、アメダス地点48時間降雪量観測史上最多を 更新したアメダス地点72時間降雪量観測史上最多を更新したアメダス地点新聞ニュース国の機関及び自治体その他。ありがとうございます。